橋本チャンネル始まりました。はい、橋本里奈です。なんと橋本チャンネルを立ち上げて、なんと動画の総再生回数が2000万回を超えました。すごい、2000万回でしょ。すごいね。これよく YouTuber さんとかが言う、1億再生とか見えてくるんじゃないですか。本当に2000万か。すごいですね。はい、結構いっぱい動画も上げてきましたけども、1000万の時何してたの。俺も途中からさ、分からん。2000万か。でも一番回ってる動画が沖縄の、そうっす、裏側サバイバルウィズリナの撮影会、撮影裏側ですよね。 DVD の300万。え、2000万のうちこれで300万占めてるのもすごいね。そうです。だからほぼこいつやもん。6分の1ぐらいはこいつが占めてます。はい。その次が釣りなし、ほんまにここのサウナが一番やばかった。これどこやった。湯煙。ふーん、じゃないですか。湯煙の翔さん、だいぶ初めの方ですよね。めっちゃ整ってて喋られんかったやつかな。あ、そうですね。サウナ動画で言うと一番回ってるのはその、じゃあ湯煙ですね。120万回超えてますね。実際この時ぐらいから翔さんもだいぶサウナタレントとしても、サウナタレント、頭角を現したんじゃないですか。ちょうど1年前ぐらいなんや。それで全部で2000万。はい。ほんまにいつも思うけど、 YouTuber ってどうやこうやって言う人多いですけど、めっちゃ大変ですよ。チャンネル登録者数って増やすのめっちゃ難しいし、再生もね。だって逆に言ったら、自分が家でどんだけ YouTube 見るかって言われたら、やっぱりフルで動画見るってなかなかないですもん。そう思うとやっぱり2000万再生っていうのはめちゃくちゃすごいことなんやろうなと思いますね。ありがとうございます。再生回数を見る感じやと、 DVD の撮影の裏側とかっていうのはやっぱり見てほしい部分ではあるから、それが一番多いっていうのはすごい嬉しいし、なんかこれ以外にも結構 DVD とか海外とか行ってる時の裏側みたいなのって Vlog で撮ってきてるから、もうちょっとそういうのも見てもらって、グラビアってこういう職業なんやなっていうのを思ってほしいなっていうのもありますね。あとは全体的にこの再生回数の平均値を上げれたらいいなとは思います。初め作った時からそうなんですけど、やっぱり自分がやりたいこととか、その飾ってない自分の素をこの動画では出してると思うから、一生モテるコンテンツな気はするんですよ。グラビアを例えばいつか引退したりとか、働けなくなったとしても流そうと思ったらできるコンテンツじゃないですか。そうですね。って思ったら、なんかずっと長く見続けてもらいたいなとは思います、ね。なるほどです。まあ、2000万を突破したということで、スタッフも考えました。うん、どう加速させれるのかと、あーはーはー、チャンネルを。まあ、サムさん並行してやるんですけど。うん、料理。え、見たい。一旦橋本オリジナルカラーでとかやっぱ見てみたいなと思います。見たい。だって料理するじゃないですか。します。それは嫌なんですか。うるさい人多いねん。あ、爪とか。そうそうそう。もうリナネイルもしてるし、料理してる時の例えば切り方にしても、例えば白菜、じゃあ何センチまで食べますかって、その下手、人によるやん。けどさ、うるさい人めっちゃ多くない、そういうの、ね、包丁の持ち方とか。これいつも思うねんけど、料理、運転、ゴルフとか、うるさい人多すぎ。いや、そうやけど、別にそのテレビとかは前からスポンサーがいて、もうこう企画でやってるけど、YouTube は関係ない。まあまあまあ、確かにね。そんなもう全部コメント消すわ、俺が。コメントこちらすぐ削除できるから。はい、っていうイメージなのよね。なんかこう、例えば料理作ったのなんかパッてあげたりしたら、え、美味しそう、りなちゃんって料理できるんや、バランスいいね、可愛いね、まあいろんなことが来てる、まあ褒めてほしくて載せてるみたいなところもあるから褒めてもらえんねんけど、やっぱその中に何かビタミンなんちゃらか少ないですよとか、もうちょっと野菜を取った方がいいですよとか、男のために作ったんですかとか、彼氏できたんですかとか、もううるさいね、料理系って。だからなんかあんま載せる気なくなって、載せへんくなったりして、まあ車もそうやね、乗ってたら運転の姿勢悪いですねとか、姿勢よく次写真載せたらなんか背もたれはもう少し倒した方が楽ですよとか、うるさーみたいな。でこれがね、じゃちゃうねんって、しょうもない、ヤフーニュースとかなんねん、ほんまにしょうもないのだ。でも俺もあるぐらいですよ、コメント。デンマそろそろ黙れ。俺
もう速攻消すの。それはそう。電波黙ればそれはそう。なんで、なんでそっちの味方やねん。で、うん、やっぱあとはスタッフが、うん、まあ童貞も含めてなんで、うん、食べたい。食べたい？家に来るってこと？いやいや、まあスタジオでもいいし。あ、スタジオ料理教室いいやん。やろうやろう。もう唐揚げ、チャーハン、ラーメン、袋麺。うん、のオリジナルなんか、あ、自分の好きな料理ね、とか、なんか別にその橋本さんに僕らのパエリア作ってほしいとかないんですよ。作れるかもしれないですけど、うん、パエリア作ったことないけど、やっぱそのチャーハンで王道をまず食べてみたい。しかも全然ちゃうじゃないですか、やっぱでもそうね、ちょっと手際悪い。いや、橋本さん編集するやつ、まあ、え、マジで、はい、確かに料理ってやってないですもんね。料理やってないんですよ、だから緊張するな。なんでやねん、アホなスタッフしかおらんのにするな、緊張。じゃあやってみましょう。はい。料理ね。だって週どんぐらいやるんですか、料理は。あの、地方とかがなかったら、週4、5はつくんじゃないですか。めっちゃつく。だから、ウーバーはせずに。最近全くしないですね。今日は帰って麻婆豆腐作ろうと思ってます。なんか豆腐余ってるから。そぼろ？あ、そぼろっていうか、あの、ミンチ肉と片栗粉と。いや、ちょっとやっぱほんま、私もみんなのおかん食堂ってやりたいんですよ。うわぁ、素敵。よくないですか？うん。扉とか作るんだよ。新しいコンテンツやな。前でお待ち。新しいコンテンツ。はい、あ、でも料理そしたらやってみたいかも。ちなみに今、今日現時点での橋本里奈の実践作はあるんです、逆に。ロールキャベツ。おかん食堂やな。身長おかん食堂やな。ロールキャベツどうですか。めっちゃいいじゃん。やりましょう。お、また客がスタート。確かに、だってこう季節によっていろいろできますしね。夏はさ、夏バテ防止のなんか冷たいものとかさ、いいですね。やりましょう。はいはい、じゃあ2000万回再生ありがとうございます。なので次は3000万回再生、目標に頑張っていきたいと思います。これからはグラビアとサウナだけじゃなくて、まあ料理なのか新しいことにも挑戦していきますので、ぜひこれからも橋本チャンネル応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。ありがとうございます。